花尾義郎の音楽魂。皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくねやっていきましょう。まずは松下俊美。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、今呼び捨てにしましたね。俊美さん、よろしくお願いいたします。今日のね、はい、ゲスト、久しぶりですね、ご紹介しましょう。はいはい、司&桜田。です。久しぶりね。まずブルースハープのね、鈴木司さんっていうね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おなじみ桜田隆史君。はい、こんにちは、よろしくお願いします。で、まあこの二人でツーフーブラザーズっていう。そうですね。どうでしょう、もうそろそろ始まるっていう、ライブも始まるっていう感じに、またね、今回コロナ禍からね、また緊急事態宣言がね、出るかもしれない。出ました。まあ、25日から、そうですね、日曜日から。だから神奈川は入ってない。入ってないよね。あ、そうなんだ。でも時短はしてるです、ね、時短はしてるけど、緊急事態は、今んとこね。まあでもね、なんとかして元に戻ることをね、祈るばかりですけどもですね、しばらくの休んでたりしました、やっぱり。休んでちょっと4キロぐらい太りましたね。あ、俺は太った太った、確かに。で、最近また戻ってきたけど。お、偉い。何をし、1、2キロは戻しましたね。そう、俺何をしてもダメだな。そうなの。何をしても戻んなくなっちゃったね。いや、だから、結構腰回りとかね、そう、来てます、ね、取れにくいよね。取れないですね。だからもう中年になったらこういう話も。腰周りがね、ちょっとね、なかなか取れないけど、まあでも、なんとか、誰って言ったんだろうね。やっぱね、去年12月もやんなかったんですよね、ライブね。そう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 、12、1、2、3ってライブやんなかったんで。ああ、それはちょっとだね。だから今月4月にね、ちょっとね、中途半端な花見ライブがあったんだけど。あ、3月の28日か。あれが最初です、ね、今年最初か。今年最初。あの大岡川のね。そう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 。はいはい、前エディ・バンさんとか、ね。そう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 。だけど今年はまだ桜は綺麗だったんだけど、外に、店の外で出て演奏してはいけないという、なんかいろいろあったみたいで。そういうのもね、結構いろいろあるけども、なんかできるだけ、今でもね、ライブハウスとか、いろいろイベント会場とか行っても、もう検温、要するに消毒、もう完璧にぐらいやってるよね。そうですね。このラジオもね、アクリル板とか置いたり消毒したりしてるんですけども、結構すごくみんなライブハウスも頑張ってね、お金もかけてさ、やっているのにね、にもかかわらずね、残念ですけどね、いろいろ。そういうことで、今大変な時期ですけどもね、司さんと桜田のお二人、今日はね、ゲストで、お見えになりました。早速なんか、ファックス。はい、早速ね。はい。行きますか。頑張ってください。松下さん、かなおさん、映像のキキさん、こんにちは。あ、こんにちは。妖精ソソです。佐川のソソさん、はい、ご無沙汰しちゃってます。はい、緊急事態宣言が25日から、東京、大阪、京都、兵庫の4都道府県に、発令されましたね。はい、気持ちは落ちてしまいますが、感染対策をしっかりして、考えられない高齢者を目指す金尾さんと。考えられない高齢者ね。
素敵な。俺ワクチンのあれ送ってきたのよ。そうそう、高齢者だからね。ワクチン招待状。招待状じゃない。申し込み書ですね。ドキッとしたけどね。やっぱ来るんだね。そうです。まあ年だからね。ね。年老さんだから。年老さん。年老は兄貴なんです。本当冗談みたいな本当の話ね。兄貴は年老なんですけど。はい。素敵な松下さん。はい。須賀川でお待ちしています。ありがとうございます。じゃ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 んって書いてますけど、本日のゲスト須賀さんの桜田さんお久しぶりです。お久しぶりです。お変わりございませんか。うん。鈴木司さん遅ればせながら。はい。4月14日で還暦おめでとうございます。ありがとうございます。もうすぐ還暦ですか。なっちゃいましたよ。ついに。ね、ありがとうございます、覚えていただいて、ね、心地よいハープとボーカル、ね、そこにギターの桜田武さんが絡んだら、うん、そこは別世界ブルースの海にゆらりゆらり浮かんでソロ、うん、リクエストうちへ帰ろう、うん、とツーフマンブルース、はい、ツーフは笑っちゃうけど、はい、今日も食事をしながら聞かせてください、はい、では後ほど、後ほどですね、後ほど金尾さんはね、もう今日ね終わったら僕一人で、まあ、明日松下さん来ますけど、はいはい、あの今日、まあ、編集があるからね、はい、あの映像のね編集があるんで、まあ僕はね終わってすぐ行きますね、うん、あのよろしく、今日は長い日になりますね、そう金尾芳郎が10人出るから、ね、これ歌う歌がないんじゃないかと思ってさ、持ち歌だね、だって俺前のね塚田君にあの、まあ、入っていただいた CD がね古くに出しましたけども、何曲かねあのハメが吹いてもらって本当にね素敵なんですけども、あれ8曲入りだったじゃん、はいはいはい、10人が歌うってことは俺の歌う曲がもうないっていうことになるよね、ただほら昔からの歌がまだあるから、まあそういうの歌えばいいんだろうけども、皆さんがご存知じゃない曲はね、ちゃんと曲めく僕はチェックしてます、いやいやしてないですよ、だから行って楽しみよ、あなるほどね、でも行って楽しみなんだけども、はいはい、あのやっぱそれぞれが歌ってそれぞれなりにこう歌うからアレンジ変えて、うん、そうそうそう、だからそれがいいんだよね、結構ねいいアレンジに変えてね、かっこよくやるんだよね、うん、俺よりいいんだからもう本当本当、何が本当だよいやいいわけねえだろ何それどうしましょうかね、はい、アトランタの、 あの師範から来てますお、アトランタも届いてますね、届いてます、はいはい、皆さん割愛してこんにちは、はい、塚さんの桜田のお二人こんにちは、はい、いつぞやのメールでは完全に半袖の気候ですと報告したにもかかわらず、うん、今日は9度、あらね、ジャケットがないと寒いアトランタです、今日は金玉レギュラーの桜田さんがご自身のユニットで、うん、ゲスト出演するとのことで、うんはい、いつもと違う気合で望まれているのでしょうか、はい、それともいつもと同じ平常心でしょうかいやいつもだってもう楽で手抜きもいいとこだからねそんなことないよね、いやでもねあのやっぱ気合入るよね、そりゃそうでしょ、桜田、まあ、あの親分が横にいるんだもんね、まあ、塚田君とかはほら、まあ、鬼殺しブルースバンドとかね、うん、タメちゃんとか一緒にねやってるからね、あれもまた違うし、うんうん、2人のユニットもまたね、うんうん、あのいい感じでね、うんうん、塚さんと桜田ね結構あの格闘技に近いっていうか、そうだよね、うん、2人でやるんだからね、手が抜けないんで、うん、もうあの大変なら桜田の方でそうなのリズムとギターとなるほど、一人で三役やってますからね、ね、これより三役登場、ベース入れてこうやったりとかね、俺もやって、俺の時手ばっかり抜いてたよ、いやいやいや金尾さんの時もちゃんと入れてますよそんなそんなそんな、続きありますよ、ごめんごめん、できれば塚さんと桜田をバックに松下さんのゆったりしたナンバーなど聞きたいと思いますありがとうございます、あいつかね、いつかいつかやらせていただきたいと思います、なんかねあの、まあ、塚さんもちろんハープね、あのそのブルースのハーモニカもいいんだけども、普通の感じのね、あの、なんか、うん、あの、また泣かせるのよ。歌う人だから、わかるんだよね。そうそう。やっぱ歌う、例えばギタリストでも、うん、歌う人ってなんか歌心がわかるから、うん、歌いやすい。いい合いの手が入ってくるのよ。うん、そこら辺がちょっとね、また違いますよね。ね。私事ではございますが、はい、一昨日1回目のコロナワクチン接種してきました、アメリカ早いよね、早いね、早いですね、3週間後には2回目です、うん、あとはスピードが違うもの、違う、あとは日本が14日間ルールをなくすだけ、
ああ14日間ルールね。Ready to go back to Japan です。うん、あのね、うん、来日楽しみにしております。ね、楽しみにしてます。今度お帰りになったらね、あの美味しいとんかつ食べに行きましょう。そうだね、長谷川。そうだ、早いね。さすがにね、うん。日本になって9月って言ってるよね、全部終わるの。うん、海外っていうのはやっぱそこら辺早いと思わない？そうですね。うん、なんかこうね。もうすぐ時間かかるよね日本だけじゃないの、まだ 1% いってないって話、ね、いってない、だって医療従事者もね全員まだ受けられてないって言ってましたよ、うん、そうそうそう、ね、俺らが早いんじゃないかって思う、そう国によってね、いいことでね、今日は生演奏じゃあ行きますか早速ね、はいはい、どうする、なんかリクエスト来てました、この相棒桜田くんが先日なんか、うん、ここなんかね、うん、お休みしたという報告を聞きましたが、うん、ね、はい、痛風になってしまったと、うん、まあ、そうですね、再発、まあ、先ほども言いましたけど、僕ら痛風マンブラザーズと言われてましてね、うん、2人とも思ってる、僕の場合はね、うん、20代から、そうなんだ、うん、だけどずっと薬飲んでるから平気なんですよ、何食ってもビール飲んでも、でも僕の場合は薬飲んでても出るんだね、やっぱ日本酒飲むとダメなんですよね、あ、日本酒、あ、日本酒お好きですか、日本酒好き でちょうどまあライブもないし、あ、割と飲む機会が多くて、うん、日本酒を飲む機会が多かったら、うん、あっという間になりますね、そうなんだ、日本酒とワイン、ワインも、両方ともなんか良さそうだけどね、体に、うん、ワインは良い感じだけど、いや、ダメ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 、蒸留酒以外はダメなんですよ、うん、ウイスキーとか焼酎はいいんですよ、そうそうそう、ワインはダメなの、でもつかすのよくワイン飲んでますよね、最近ワインのイメージなんですけど、一晩一本飲むようになっちゃった、あ、それはでもいいですよ、いくらなんでも喉乾くんだよ、夜中、いやー、うん、一本じゃったって一本っていい、ね、4号じゃないですか、うん、飲んじゃうよ、本当にはなかなか、でね、最近リンゴジュースが好きになっちゃった、え、夜中喉乾くとリンゴジュースになった、それが太った原因かな、あ、体がでも要求してるんでしょ、ね、あるからね、うんうん、まあじゃあそ、ね、うん、そんな、あの桜田くんに捧げて、なんで二人で捧げ合って捧げ合ってどうすんだみたいな、ね、リクエストもあったということでね、はい、じゃあ痛風メンブラザーズを、あ、ブルースをいきましょう、
悪意の天使に罪悪をせがむ。2回目からは自分でやってくださいね。フードゥーマンブルースっていうね、そうそう、ブルースの曲があって、うん、まあそれはちょっと引っ掛けてるっていうね、うんうん、あのなんか塚田君あれだよね、なんかちょっとこう演歌っぽいよね。演歌歌わせたらアミちゃん言ってたよ。そう、昔聞いたことない。もう司の右に出るやつはいないから小指立てる。めっちゃうまいよ演歌。小指立てる演歌歌謡曲ね、うん、っていうか僕らがね、あの、うん、それこそ10代20代前半の頃っていうのは、うんうん、ライブハウスなんてほとんどなかったっていうか、うんうん、近くのスナックとか、はい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 、焼き鳥屋の世界だったんで。なるほど ね、うん、ね、だけど、まあ、バンドはやってましたけどね。はいはいはい、はい、うん、でもあの頃って本当にテレビなんか12チャンネル1チャンから12チャンネルまでしかなくて、うんうん、ね、インターネットなんか当然ない頃だし、うんうん、やっぱどうしても歌謡番組が一番のね、はいはいはい、楽しみで、うん、歌番組多かったもんね昔ね、うん、でもあの夜のヒットスタジオなんてあったじゃないですか、うんうんうん、あそこでコーラスやってたりいろんなあそこで出てた人が、うん、と今身近に合ってるっていうかね、はい、そうですね、うん、なるほどね、やっぱすごい人が出てましたよね昔ね、うんうんうん、でもあの歌う場所も多かったしね、スナックだとか。俺の頃はディスコとかでバンド入ってたから、あのデビュー前はね、だから本当にねすごい曲数歌ってたね、70曲とか。すごい、一晩でね、うん、5ステージぐらい、5、6ステージやってたから。箱版、そうそうそう、ディスコ、ディスコバンドだから、あの流行り歌ね、そのあの当時のね、そんなやったりしてたよね。でもスナックとかもね、歌う場所は結構あったから、ね、昔サッパークラブってなかったですか。あったあった、バンドが入ってる店、うんうん、結構フィリピン系の上手い人たちが入ってる、そうそう、ね、うん、そ、フィリピンの人は上手かったね。あと生ピでカラオケを歌えるなんて、普通のおっさん歌本置いてやってね、普通のおっさんピアノじゃ歌えないんで、ちゃんとやってよなんて言って、お前がいけないんだろうみたいな、キーが分かんないの。そう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 、面白い。いやでもね、あの歌版っていうのは、うん、今面白いかもね、うん、あれ歌って今やったら気持ちがいいよね。カラオケよりも、ね、カラオケよりも、うん、でも今の人たちはカラオケにすっごく慣れてるから上手よね。ただ表面的にうまいけど、そう、心に響かないのよ。あとバンドじゃ歌えないっていうね。あ、ありますよ、そう、プロの子がいるのね、生音で歌えない子いたよね。そうそう、音がね、うん、生音だと取れない人、うん、なんかいつも自分が使ってる、うん、伴奏が入ったカラオケをかけてじゃないと歌えませんって。そうそう、プロの人でもなんかいるいるいる、そういうのに慣れてる。そういう
だから AI かなんか相手にね、審査員みたいにあのやってるでしょ、あれ。そう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 、やって、あ、カラオケ大会。うまいんだけど、うん、なんだろうな、あれうまいっていうか技術だよね。そうそう、音程を正確に出すとか、あ、音程とか、あとあのリズムとか、そうそうそう、感情入るとね、あれつまんなくないですか、うん、俺あの番組嫌いだもん、見ない、俺も見ないんだけど。100点目指してるね、うん、俺自分の歌歌って75点だったから、ね、65だよ今、写真今俺すぐ出ましたもん、カラオケのフロントに、ちょっとさ、俺の曲なんだけどおかしいんじゃねえのって。おかしいだろ、俺がおかしいだろ、そういう人さん、ちょっともう一つ、はい、いいですか、ミキさんからいただいて、はい、皆さん、博多のミキさん、はい、はい、昨日の夏日に比べて曇ってる博多です。あ、そうですか、ね、うん、先週の久しぶりの辻しおんさん、はい、楽しかったです、はい、華やかで空気感も違う感じが聞いていて楽しかったです。 ね、それに比べて今日はどうさてさてよ、はい、さて今週は一点落ち着いた大人の世界、はい、再びですね、で、はいはい、司桜田さんのお二人、うん、桜田さんにこんな言い方おかしいかもしれないけど、 お帰りなさい、ゲストとしてだからね、ただいま、ね、個人的には司さんとはもう会えてるはずだったんだけど、うん、あ、そうだ、寂しくもありますが、うん、今回の放送で、うん、その寂しさを消すつもりです、うんうんうん、桜田さんのバリバリブルースも久しぶりだし楽しみです、うんうん、さてこっちでもまん延防止など重点措置が昨日から始まりました、うん、いつまで我慢す、博多もね、博多もね、いつまで我慢すればよいのか見えないところ、うん、本当にストレスのたまるところですが、音楽は止まりません、うんうん、我々は音楽を楽しんで少しでも精神的な健康を保っていきたいもんです、うん、今日も精神衛生状態をよく保つ、うん、ためにも楽しみます、はい、リクエストありません、はい、とにかく流れる最高の音楽を楽しみます、うん、司さん、いつか早い時期に、うん、平戸じゃなくて博多に来られてくださいね。そうですね、なんで平戸なの、うん、ブルースフェスが中止になっちゃったんですよ。あ、鬼殺しで行くはずだったんですよ。あ、そうだね、そうだね、うん、でそれが延期になって、うん、あの4月にやるとかって言ってたのかな、うん、で、まあ、僕らもそれでキャンセルしちゃったんだけど、あ、そのイベントがね、そうそうそう、あ、イベント自体がな、うん、やったのかな、もう、うんうん、ね、平戸はなんだよ。平戸結婚式って言ってましたよね、なんか。そうかそうか、なんかあったね。そう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 、親戚がいらっしゃるの。そう、お寺が、お寺にうちの嫁のお姉さんがあの嫁いで。あ、そうですか。平戸いいところです。いいとこだよね。大好き。これものすごい思い出があるの、平戸。はいはい。デビュー前、あ、ま、まだバンドで合宿してて。ほら、長くなるんじゃない。ホテルで。続き。続き、まあ、いやそれ面白いんだからまた今度ね、はいはい、カナオさん、時短前日に山善の全国ツアー最終日のライブがありました、うん、あ、そうかそうか、山善さん、うん、はい、なんかツアーやってた ね、やっぱカナオさんと同世代の方々のパワーはすごいです、うん、若造も負けられんって気持ちにさせていただいてますよ、あ、ね、ありがとうございます。山君も同じ年なのかな、僕もね、60、もう66だよね、あ、今度 7になるね、うわーすごいですね、もう還暦とかすぐあったよ、早いですよね、きっとね、還暦になったとか思ったらもうあっという間にらしいですねまだね、60なりたてはまだ50代の続きだけど、うん、こう過ぎると2年3年、うん、体の疲れがね、まだ俺40代のなんか気持ちですもん、いい、でも気持ちはね、ちょっとやっぱ衰えましたね、でしょ、疲れがね、うん、抜けなくなるんだね、うん、抜けなくなる、まあ、そういうこともあるけど、うん、なんかでもね、あの最近思うんだけど、なんかこう楽しいことっていうか、あ、これ人が喜んでくれるかなとか、うん、自分が楽しいかなっていうところで歌うとか、うん、っていうことをね、あのできるだけ多くやろうと思ってて、あ、何でもかんでもやろうとか若い頃は思ってたんだけど、うんうんうん、あのこれだったら楽しいかなとかっていうね、うん、あの場所がどうであろうと、そういう感じに思ってきたよね、うん、だから割とラジオもそうだし、そうこうやって会えるじゃない、うん、そうですね、楽しいよね、うんうん、そういうことを増やしていくとね、あんまり病気にならないかもよ。ああ、なるほどね、うん、そうですね、そうそう、うん、病はこう気からだから、うん、桜君なんでも俺に相談して日本酒飲みたいんですけどどうすればいいですかね。いや、もうやめた方がいい日本酒はね、なんかあんまりよくない。ホッピーにしなさい、ホッピーね、うん、ホッピーはいいんだよね、うん、そうそう、日本酒は水割りにするとダメなのか。いや、氷入れるよね、それは美味しくないな、薄まっちゃうだけ、氷を入れてもダメ、ただ薄まっちゃうだけなんでね、うん、酒ロックっていうの昔あったよね、うん、あ、氷だけだ、氷は、まあ、入れまったりすることもあるけど、氷入れんだったらまあまあ、
少しは変わるかも。すぐに飲まないと薄くなっちゃうんで結局で飲みすぎる。まあこういう、ね、酒飲んじゃダメだっていう今言われてるのに酒の話ばっかしてる。そうだよ、お酒を出すお店は全部ダメなんでしょ。それはそれもあんまり行き過ぎだよね。別に酒だけが悪いわけじゃないから。違う、そうなんだよね。いや僕知ってるとこって昨日完璧に、うん、ビニールとか新しく張り替えて、うん、綺麗にして、うん、立ち飲み屋なんだけど、うん、一生懸命金かけてやって、うん、昨日それやったばっかりだったの、うん、それでさっきからかわいそうだよ、ね、もうだって休むしかないでしょ、ね、それでやっぱ酒屋さんだって大変でしょ。そう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 、ね、酒屋もそうだし、うん、おしぼり屋さんとかだってね、まあ、そうそう、ね、おしぼりも使わなくなっちゃう。これいつまでですかね、うん、一応今度5月の 11? 11って言ったっけ、連休明けまでか、うん、そうそう、うん、13だかなんだか、うん、ゴールデンウィーク明けて少し ね、うん、で、ライブとか予定はどうなの？一応明日、うん、明日やりますね、はいはいはい、吉田町、うん、野毛の近くの吉田町の、うん、歩行者天国とかなる一本裏の路地なんですけど、トメイズという、トメイズ、お店の名前はね、ウェアハウスって言うんだけど、ウェアハウスか、ウェアハウス、うん、まあ、ウェアハウスバイトメイズってなってるんですけど、うん、なるほど、ね、昔元町にトメイズってお店があったんですけど、うんうんうん、そこがまあ一回店辞めたんだけど、うん、またやっぱライブやりたいかなっつんで、まあ、ワインが試飲できるスペースで、ライブができるという。ワインがあるの？ワインの倉庫なんですよ。あ、そうなんだ。ワインの倉庫で、そこ売ってるから試飲用のカウンターがあるんですよ、うんうんうん、だからお酒買いに来た人が試飲したりするようなスペースがあって、おしゃれですね、おしゃれなところ、ね、あとはもう棚にワインがダーって並んでる、うん、倉庫なんですけど、そこにステージを作って、うん、ライブをやるっていう。土曜日だけね。そうそう、あ、そうなんだ。で、外人さんがオーナーで、あ、そう、うん、だ、外人さんもいっぱい、あ、そうなんだ、うん、在住の外人さんね、うん、それは言っとかないとなるほどね。でもまあ明日、それ明日ですね。明日ですね。なんだっけ、5時からか。ちょっと早めにやるのね。でも8時がラストオーダーつってましたね。そうだよね。だその前には音は終わった、うんうん。なるほどね。はい、トメイズ。トメイズ。トメイズ。ウェアハウストメイズね。うん、24日。24日ですね。はい。あとは？あと結構入ってる。あとはね、そのが終わっ、なんだっけ、緊急事態が終わった頃、ちょうどジョン16日ですね、5月の。あ、じゃあちょうどできるかもね、うん、あ、大丈夫じゃないかな。そう、一応はね、うん、避けてますよね、はいはいはい、ただそこもまあ時短はやってんだろうね。そうですね、まあ、しばらくちょっと早めになるかもしれないですけど、ね、だ今月2回ぐらいのペースですね、うん、うん、なるほどね。で、29日が、うん、メイプルハウスってとこで鬼殺しが、あ、学芸員、あ、今度誰かと一緒にやるの、前一緒にやったことあるね、そうですね、メイプルハウスは、うん、学芸大学、これは鬼殺しね、そうですね、5月はこの2つぐらいですね、うん、じゃあ私もちょっと宣伝させてもらっていい？はいはい、どうぞ。今日、まあとりあえず今日はちょっと須賀川のぷかぷかで金曜ライブにちょっと顔出すんですけども、明日、まあ菊田俊介さんと、あさってが僕のライブですね、25日、それは、ウォッカの辻浩司と、渡辺武ゲストで来ます、ね、呼んでます、はいはい、ということでね、やらせていただきます、ちょっともう微妙なね時期になりましたけどもですね、 5月の15日、南林間ハイダウェイ、これはバンドでありますね、ドラムの後坊鈴木さん、ベースが赤井浩二郎君と、ギター渡辺武、松下俊美、花輪しろって言ってね、22日赤坂フラットパーティーナ、5月22日これもねお楽しみいただきたいと思います、またね、フェイスブックその他でですね、ご宣伝させていただきます、よろしくどうぞお願いいたします、はい、で今日ねリクエスト来てましたけども、塚さんと桜田さんのね、その生演奏、はい、今日 CD よりもやっぱ生の方がいいね、そうですね、生歌の方がねそうですね、うん、やっぱりなんかいきますか、うちへ帰る後のがいいよね、うん、終わりぐらいのがね、はい、じゃあちょっと結構ここでもう結構いろんな、あ、なんかやってる曲ばっか多いんで、うん、ちょっとテンポの早い、はい、ね、そのコロナでライブも少なくなりましたけど、うんうん、ちゃんと俺らはここにいるぜということでね、なるほど、 I'm here という曲、 I'm here、 いきます。
かけるかわいいあの子、噂では一人娘、住む街は丘の上さ、すれ違う髪の香り、知らんぷり話しかけても、住む街は丘の上かい。ダメだよ、はははは、いや息が切れた、かっこいいね。俺もちょっと乗りすぎてね、あの変なところ邪魔しちゃいましたね。 I'm here 大事だよ、一回置いて、なんだ俺、ブン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 楽しい歌ね、ね、なんかね、まあ、いいよ、ちょっとメール、あ、来た、ちょっとね、これ字がちっちゃいので、ちっちゃいな、ちょっと待ってくださいよ。あるよ、老眼、いや、老眼でもちっちゃいのよ老眼でもちっちゃい。何何。写真に撮っといたんだよね。こういう場合いいから。あ、ちょっと待って、行き過ぎました。あ、喋っててください。はい、ということでですね、今後のゲストをご紹介しましょうかね。まずですね、まあ、今日司と桜田のお二人ですけどもですね、ほらライブとかあんまりできにくいからさ、またおいでよ。ここだったら、ほら3人だったら何でもできちゃう。そうですね。またおいでよって、いや、もう勝手にそんなこと言っちゃった。ご紹介しましょう。まずですね、はい、来週から、来週は4月30日小山文彦さんっていうね、はい、方で精神科医で先生、はい、
CD あの歌を歌ってます、今もうあのリンゴの赤がねすごい評判なのよ。そのPV を作ってて、それは、ね、素晴らしい。海外からもねすごい称賛されてますね。すごいセンスですね。あの素晴らしい感覚だと思います。小山文彦さんお楽しみください。で、あの丸山恵子さんのご子息のね、あのレイ君も一緒に、佐藤レイ君、佐藤レイ君も一緒にね、あの、はい、アレンジャーとしてね、はい、いますので、5月14日、はい、クリエーション武田和夫さん、ね、いらっしゃいますね。今ジャパンツアー中ですよね。久しぶりです。これもあの久々にお会いします、はい。ということで、あのこの後もね、ちょっといろいろ今お待ちいただいてるゲストの方もいらっしゃるんで、はいはい、決まってるところ6月11日、はい、これはもうつい最近ですけども、堀尾勝隆さんというね、アコースティックギターのギターの一本勝負の人ね。ギター漫談って言ってましたけど、そうなんだ、素晴らしい素晴らしいギターの方ですね、はい、お会いしました、はいはい、ということでね、はいはい、ペンネームマリとモモコのモモコちゃんから、モモコちゃん今そこに、はい、4月来てくれてる、はい、23日加納義郎音楽魂、加納さん、としみさん、桜キキさん、はい、今日のゲスト司さんの桜田の、うん、司さん、桜田さん、こんにちは、はい、こんにちは、向こうに向かってどうぞ久しぶりの司さんの桜田、うん、ラジオ出演なので、とっても楽しみにしています。はい、司さんと桜田はとにかくかっこいいブルースユニットです。お二人の演奏は時には熱く時には激しく、うん、じわっと心に染みてきます、うん、司さんの、うん、大空に響き渡るエモーショナルなハープ、うん、エモーショナルなハープ、ね、じわりと染みるような、優しい歌声、ね、桜田さんの甘く優しいギターうん、大好きです。これからも応援していきます。加納さんと3人の、セッションも楽しみにしています。という、なるほどね、桃子さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。読み間違いあったかな、染み入るような温かい歌声、うん、優しいじゃん、温かい歌声ですね。ありがとうございます。それでね、あのファックスもね、はい、いろいろいただいてですね、あの博多の美樹さんもそうだし、ね、次回はもう少し字を大きくしていただけるとありがたいかな。いやでもこれ大きくできないじゃん。それパソコンで切ってやればできんじゃない。できなかったの。え、コントロールを押してホイールを向こうに回したら大きくなるの。あ、コントロールを、うん、一番そういうやつ、そういうやついいんだよ、俺は触ったことないから、ね、できない、もうお手紙じゃないと、お手紙じゃない、お便りっていうか、ね、お便り、ね、ありがとうございます。ということで今日のゲストはですね、司さん&桜田のお二人ですけどもですね、まあ今後の展開というか、この間司さんのソロアルバム出ましたけど、ね、はいはい、まあ、塚さんと桜田でまたちょっと作ったりもするの、うん、まああのアルバムもほとんど半分はあの桜田がギター弾いてますんで。あ、そうなんだ、そうそう、あのなんて言うんだろうね、塚作半分の鬼殺し半分みたいな感じ、うん、コンピレーションアルバムみたいな感じ、そういう感じなんだよね。だからあくまでも僕のソロアルバムなんですけど、うんうん、結局あのバックをやってくれてるのは、うんうん、あの仲間たち、うんうん、ね、メンバー、ね、普段のね、うんうん、まあ、いろんなあのハーモニカ奏者がいらっしゃるじゃないですか、僕もあのいろんな方とあのご縁がありましたけども、あの いろんなそれぞれの個性がある、ね、あるわけじゃないですかね、僕はそんなに個性がね、違うとは思ってなかったのよ。なんかブルースハープだったらこういう感じかなとか思ったら、すごいあの人によって違うのね。全然違いますね、全くね、びっくりしてて、だからその素晴らしいなとか思ってね、そのハーモニカってレンジが狭いじゃない、あの中ですごい表現していくのがね、十個穴ですからね、そうそう、だからすごいこれは大変なことだなとか思ってね、やっぱ個性が出るよね、そうものすごくまあそうね、まあいろいろあの今後の展開とかっていうあると思いますけど、なんかいろいろまあライブ活動中心になりますでしょうかね。そうですね、ツアーがねあんまできないもんね。そうですね、もう結局計画しても中止になっちゃうみたいなね、先のことがやっぱこんだけ予定が立たないなんて、ね、
どうなるか分からないから、まあ、イベントとかもだってね、立てらんないもんね、やろうと思ってもね。だ簡単にほら無観客ではいいって言うけど、制作費をかけて無観客で誰が保証してくれるのって話よね。まあね、やっぱテンションも上がんないしね。上がんないと思う。今日なんか、ね、うん、テレビのゲストの、 あのメジャーな方がね、うん、明日からライブなんだけど、うん、みんな万全な対策しているのにもかかわらず、うん、そこと言われると、うんうん、次からどう対処していいか士気が上がらないかもねっていう話をしてたけど、本当にそう、うん、ね、それはあるね、うん、ただもうまあなんとかこれを乗り越えていくしかないんで、はい、ね、まあそのうちね、そうそう、いいこともありますよ ね、うん、僕は結構その普通にね、そんな人数を集めるところでもないんで、まあ、割とライブやらせてもらったりしてますけどね、こっそりこそっこそこそやってるわけじゃないけどさまあ時短の範囲内でやれば別に、ね、そう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 、問題ないんで、ね、やっぱりね、自分自身も結構免疫力つけて健康でいられるっていうかね、うん、そういうことはもう感謝してるしね。で笑ったりね歌ったりするのはやっぱりいいのよ、うん、そうですね、本当に笑うのね、うん、いいよね、うん、やっぱりそれが、ね、だからマスクしてるから息がなんか浅くなった感じがするの毎日、うん、そうなのよ、だからあんまり吸わないようにしながら歩いてる感じ で抵抗力がね、息切れしちゃうの、逆にちょっと減ってるんだよね、マスクのせいで酸素が足りないのも良くないよね。良くないと思う、なんだけど子供はマスクつけると酸素量が足りなくて、うん、障害がいろいろ記憶がね、そう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 、低下するとかなんかっていう、最近僕も記憶障害なあら幼児かしらそれはね、ワインの飲み過ぎ、ワインの飲み過ぎかということでね、今日は塚田さんと桜田の2人ですけども、最後にちょっとなんか最後、うん、最後っていうかもう一曲 リクエストがあった、リクエストありましたね、うちへ帰ろう、うちへ帰ろう、あ、この後今日北郎くんの番組に出るんだよ、ね、あ、それ何時から2時半でしたっけ、あ、2時半から、ね、2時半から3時までですね、どうぞチャンネルはそのまま、チャンネルはそのまま、なんか来てる、え、はいはい、あ、お便りが来た、お便りが来た、どうもありがとうございます、ありがとうございます、すいません、はい、北郎さんの番組ってね、いいよね、なんかね、そうですね、エミ、うん、ちゃんと一緒にやってんでしょ、そうです、うん、あ、来たよ、リクエストが、金玉様、郡山のギター職人亮太より、お、明日明後日の 2days、 そして前夜祭にも夫婦で参加します、 ありがとうございます、久しぶりですね、みんな楽しみにしてます、うん、そこでリクエストはやっぱり風の中で立て、ゲストのお二人は申し訳ございません、ぜひセッションでご無理でしたらライブで堪能します、皆様お体には十分にご自愛くださいませ、乱筆乱文にて、亮太君ありがとう、ありがとう、あの須賀がね一番最初にね福島で歌ってくれたのよ、風の中で立てをね、彼がね、あれがすごく感動的だった、うんうん、ということでね、今日はあの須賀さんと桜田家へ帰ろうで、はい、ちょっと、はい、行ってみますか、行きましょう、行きましょう、はい、うちへ
愛してくれたのにどこかへ行っちまった。どこへでも行っちまえ、うちへうちへ帰ろう帰ろう、夜が明ける前にうちへうちへ帰ろう帰ろう、俺のふるすへ来た。桜田の2人でしたけどもですね、須賀川の亮太さんのリクエストにお答えしたかったんだけども、ちょっと最後の曲がバラードだったからね。ショートバージョンだったら、いや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 、いけんじゃない。ショートバージョン不良中年やろうよ。不良中年、そっちしますか。不良中年をちょっと、はい、うん、あの亮太くんね、ごめんなさいね、あの明日、明後日、明日、今日も明後日もしっかり歌えますからね。またね、お世話になります。よろしくお願いいたします。じゃあ、不良中年の進めいきますか。ワン、ツー、スリー、フォー。
焼酎ねのすすめをお届けしましたけどもね、はい、少しあの時間がね空きましたね。空きました。いや、ちょうどいい感じになるかもしれないね。いい感じでしょ。いつもバタバタだもんね。うん、そう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 、ね、今日はね、うん、司桜田のお二人ゲストに、はい、お見えになってますけどもね、ありがとうございました。ありがとうございました。あのまたみんな、もうみんな元気 ね、はい、元気でね、この後の番組もね、あ、皆さん聞いてください。2時半から、ね、2時半からやりますんで、はい、それでね、僕須賀川のウルトラ FM に日曜日出ますね。そうそう、はいはい、ウルトラ FM 日曜日ライブ当日ですね。ウルトラマン、あ、そう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 、ウルトラ FM のね、FM っていうのがね、ウルトラミュージアム、あの番組名が、番組名 がね、はい、朝の11時から1時までの番組が、あ、生放送、生放送です。それでね、番組名がですね、はい、須賀川サンデー、はい、サンデータイム、ああ、須賀川サンデータイムね、はい、どうかね、お楽しみいただきたいと思います。はい、こちらもね、はい、リスラジで聞けるでしょ。聞けますね。うん、お楽しみいただきたいと思います。はい、お相手は、はい、松下としみ、花輪志郎でございました。また来週お会いいたしましょう。See you next time!優しい